ンネル、久しぶりの動画なんですけども、このチャンネルを見てくださってる方、大人の方が多いんですけども、今日はお子様って言ったらおかしいですけども、若い人向けの動画になると思います。ハニーワークスって知ってますか？若い人なら誰でも知ってると思います。 YouTube のオフィシャルチャンネルがですね、なんと199万人というね、ものすごい人気のクリエイターユニットなんですね。僕は普段ね、どちらかというと大人向けに動画を作ってるんですけども、若い登録者の方も少しだけですけどいるんですよね。なのでその方たちをないがらしをないがしろにはできないかなと思いまして、ちょうど夏休み企画ということで、若者向け第1弾、今回はかなり若い子向けですけども、ハニーワークスのギターの解説をやっていきます。それでは早速この曲をどうぞ。実際にはこれね、どう弾いてるか僕は知ってるわけではないんですけども、こう弾けばあんな風に聞こえますよっていう感じでタブ譜にしましたので、ぜひ練習してみてください。はい、続きまして、せっかくなので今回これを題材に、ハニーワークスのギターアレンジについてやっていきたいと思います。こういうことをするとどんなメリットがあるかと言いますと、だいたい3つぐらい考えつくんですけど、まず耳コピをするときにね、こういうことが分かっていれば耳コピの速度が爆速になります。それから自作メロディーにコードが付けられるようになってきます。自作メロディーに限らずですけど、既存のメロディーとかね、それとかコードを変えたりとかね、もともとある曲のメロディーに別のコードを付けたりとか、コードのアレンジができるようになってきます。3つ目は、こういうふうに音楽理論的に捉えることができれば、作曲とか自分たちの曲のギターのアレンジ、ギターのフレーズ作りにとても役立ちます。この曲のイントロを使って解説していきたいと思います。こんな感じで、主にギターが2本入ってまして、1本はパワーコード、もう1本はアルペジオみたいな感じですよね。こんなパワーコード、もう1本がこんなフレーズを弾いています。はい、これを解剖していきましょう。このフレーズなんですけど、どうやって作ってるかというと、これね、 A のコードなんです。実は D のこのコード、ご存知の方多いと思うんですけど、この形を開放弦以外を全部 D、E、F、G、A、ここまで持ってきてるんですね。で、これを弾いてるんですね。で、ちょっとまあ変化を加えて、この音が入りますね。で、もう一本のギターとかベースがこの A のルートを弾いてます。ですが、このフレーズはそのままずっと同じことをやりますよね。パワーコードとベースだけ動いていきますよね。綺麗ですよね。なぜコードが動いてるのにもう一個のこのフレーズは動かなくてもいけるのか。このパワーコードがですね、ダイアトニックコードなんですね。まあこういうダイアトニックコードです。まあ、そのキーによく出てくるコードと思ってください。全部ダイアトニックコードです。で、このメロディーがですね、
これはまあキーが A メジャーなんですけど、これまあ A からイタリア語で言うとラシドレミファソラなんですけど、これをですねシャープをつけることによってラシドレミファソラと聞こえるようにしてるわけなんですね。でメロディーはドレミファソラシドに聞こえますよね。はい、シャープが3つ入ったからそう聞こえるんですね。はい、これが A メジャーのキーなんですね。この A メジャーのこの音階を使ったメロディーなんですね、これ。はい、そしてこのイントロに出てくるパワーコードは全部このダイアトニックコードなんです。だからすごく調和するわけなんですね。その音階を使ったコードを使えばメロディーにコード付けができるということですね。音階を元にしたコードがあった上にその音階を乗せれば作曲ができるということになってくるわけなんですね。こういう音楽に興味のある方はね、好きな音楽から覚えていったらいいんではないでしょうか。はい、またそういう理論的なところはですね、まあ他にもいくつか動画作っておりますので、そちらの方もぜひ見てください。続きましてはこの曲をどうぞ。このように演奏すればかっこいいんじゃないでしょうか。それでは練習用にスローバージョンがありますので、そちらをご覧ください。
いかがでしたでしょうか。夏休み企画ということで、いつもとちょっと違った感じでやってみました。ニーズがあるかどうかもちょっとわからなかったので、一回やってみて反響を見て、こういうのもどんどんやっていくかもしれません。ぜひとも良かったよという方、グッドボタンとかコメントとかたくさんいただけたらとても嬉しいです。このチャンネルではギターを使った楽しいコンテンツがいっぱいありますので、過去動画の方もぜひともチェックしてみてください。それでは最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。またお会いしましょう。さよなら。